ることはできないよ。今日は皆さんにお知らせがあります。私の好きな人が指揮していた曲なの。オーマイクって言うんだけどね。そうだ、この街じゃこういう星が綺麗な夜に願い事をすると何でも叶うって言われてんだ。じゃあ大金さんのために特別ゲスト紹介しちゃうね。私ね、また静岡に行く。光好きだ。客演指揮を務めてます田中です。ピアニストの武藤玲子です。私たちが関わるのは、第4ステージと第5ステージになるんですけど、第4ステージはコンクールステージということなので、今年1年の活動時間をかけて作り上げてきたものの発表ということで、その成果を聞いてもらえたらなというふうに思いますし、第5ステージは、今年第50回の記念演奏会ということで、作曲家の信長貴富先生に曲を書いていただいています。今回の演奏会で初めて披露するということになりますので、今日を機会に歌い継いでいく作品になりますので、それを皆さんに聞いていただけたらというふうに思ってますけど、ね、第5ステージは静大混声 の創立メンバーの方も今日ね、親子でステージに一緒に ね、特別ステージに乗ってくださって、もうそれは本当に嬉しいことで、記念すべきステージになりますよ ね。そうですね、いろんなメンバーがやっぱり入ってくるんですね。合唱をやってきましたっていう人から、合唱初めてなんですっていう人とか、いろんなこうすごい声のいいやつもいれば、あんまり出ないやつもいたりとかしながら、でもそんないろんな人を受け入れて、でも一つの団としてみんなでこう活動していくっていう、そのなんて言うんでしょうね、ある意味の懐の広さみたいなものを見せてもらっているので、こいつはすごいなというふうにいつも思ってますし、本当に得難いものを、ね、ここでみんな経験して、手に入れて去っていくっていうのを見ていて、活動をとても羨ましく見てますね。すごくこう、ね、今先生もおっしゃってましたけど、すごくこう本当にこうなんか上も下も仲がいい本当に仲が良くて、でそういう中でなんか歌のためにはなりふり構わず、先生にこう導かれてなんですけど、なりふり構わずやるっていう、そういうなんかところの潔さみたいなのが私はすごい魅力だなと思います。悪く言うと上下関係緩いですね。いやそんなこと言ってません全然先輩のメールを聞かない後輩の姿なんかを見てますけどね縦社会の上下関係ではなくて ね、 そうですね、なんとなくこう学年を超えながら肩組んでいくような付き合いみたいなのをいい意味で言うとそうですね、そうそう、それがすごく魅力的だと思いますね。はい、はい。では、作曲の信長貴富先生にちょっとお話を伺いたいなと思います。その若い人たちが歌うというその場にふさわしい詩をですね、団員の方が選んだコースなんですけれども、こういう詩に巡り合って、とても僕自身もなんか興奮しながら作曲することができました。先駆者の歌っていう詩なんですけど、今日はこのメンバーの中にですね、この静大混声を立ち上げた当初の
メンバーが中で歌ってくれていまして、中村さんが最初のメンバーですから。第1回演奏会に音声されて歌ってらっしゃる野口さんがそこにいらっしゃる。成功したので、もう今まで培ってきたものがもうすごく最後に出し切れたなっていう気持ちです。もう本当にみんなのおかげで最高の演奏会になったなと思います。私は団長としてはこの演奏会で終わりになってしまうんですけども、4年生でまた後輩たちの手助けになれるように、はい、また大会やったり演奏会に向けて精力的に活動できる団でいてほしいなと思います。